はい、おはようございます。塚原農園です。今日は白菜についてご紹介したいと思います。白菜といってもこのようにたくさんあるんですね。皆さん白菜好きですか？結構家庭菜園の方で冬といえばブロッコリー、白菜、このあたりが人気じゃないんでしょうか。今日はこの白菜についてご紹介していきたいと思うんですが、この数ある中で皆さんどうやって選んでますか？種苗店さん、ホームセンターなどに行くと白菜って言っても何十種類ってこうやって並ばっているとどれにしようかって悩んじゃいますよね。今日はその選び方、畑に向いているものなどの選び方をご紹介していこうと思います。ではまずこちら、はい、病気に対して強いか弱いかということですね。それを見ていきましょう。まず自分の畑でどういったものが出ているか、白菜をなんか病気がっぽくてなんか引き抜いてみたら根っこにコブができているとか、葉っぱのこの辺りの縁が茶色くかかっているとか、そういったものはベト病、またコブなどはネコブ病などが多いので、そういったところはだいたいこの大病性とか大病ね、こういったものを書いてあるものを意識して、種を選んであげるといいです、ね、ここにベトに強い、ベト病に強いよって、ここの縁が茶色くなるもの、白菜大体ベトが多いです。だからそういった時はこういったベトに強い晴れ着を選択するとかね。で、コブができる場合はこちら、はい、幅広い根コブ病に大病性の冬取り、ということでこういったものを選ぶ、きら星85、このようにして選んでいただければ、当てはめてみて、で、この必ずパッケージに今の種袋には大体書いてありますので、そうやって決めるというものがまず病気に対して一つの軽減させる、回避させる方法ですね。ただネコブ病というものはとても強くて、去年白菜でこんなに大きいコブができてしまったようなところでは、この大病性ぐらいのものでは対処ができない時もありますので、なるべくそういったところは違う科の植物、アブラナ科以外のものを選択して植え付けるようにしましょう。ではもう一つ、皆さん野菜の中で、白菜を大好きな方が、視聴者様にたくさんいらっしゃる、ということだったんですけれども、収穫する時期いつ頃食べたいかと、白菜どうですか皆さん、真夏のうちに食べたいという方どうでしょうか、どのくらいいらっしゃるでしょうか。私も結構白菜好きなので夏でも白菜たまに買って食べますけど、やっぱり冬ですよね。秋頃から冬、ちょっと肌寒くなってきたらちょっと鍋でもやろうかなとか、おすすめはこの日にちを見てください、はい、この例えば80日と85とかですね、このあたりがですね、80、85とかこのあたりが特にいいです。75もいいですね、ギリギリ OK ですね。このあたりの種をまくとちょうど11月12月頃に収穫ができます。この品種はそれぞれ自分の好きなものを選んでいただくのはいいと思うんですが、その収穫をする目安となる基準がこの数字ですね。どうですか皆さん、キャベツに数字ついてますか？何々キャベツ、美味しいキャベツ80日とかないですよね。美味しいキュウリ90日とか、だいたいこの数字が書いてあるのはこれ白菜ぐらいなんですね。で、これは種をまいてから、これ目安がね、80から85の場合、もうここデカデカと、ね、書いてあるわけなので、自分が収穫して食べたい時を逆算して種をまいてあげるといいです。そしてもう一つ、収穫時期の中なんですけれども、白菜を長く畑に置いておきたいという方ですね。どうでしょうか。数ある野菜の中で、冬、例えば冬を越して、冬を越して1月、年を越して1月、2月、翌年の1月、2月になっても、何かしら野菜を置いておきたいと。1月、2月といえば1年の中で一番寒いですよね。その寒い時期というものは野菜があまり畑に置けないですよね。もう毎日霜が降りてますからね。そんな中で唯一置けるのが、この一つが白菜なんですね。白菜は特に寒さに強いです。それを選ぶ場合、1月2月に食べたい方はこの90日というタイプがおすすめです。で、ここに見ていただくと寒さに極めて強いと書いてあります。
まあ、こういったものを選んでいただいて、で最後ここはね、頭縛っておけば寒さに強いので、外はパリパリに枯れますけれども、ここ切って皮、葉っぱを外葉を剥けば、中はこんな写真のようなね、真冬で毎日ガンガン、ね、井戸水も凍ってしまうような時期でも、ここ綺麗な白菜が収穫できますので、90日タイプというものをおすすめいたします。こちらもね、他のおやつも寒さに強いとかって書いてあるんですけれども、他のものはね、耐寒性とかってだけなんですよね、まあ寒さに強いよっていうぐらいなんですけれども、この90日だけは極めてって書いてありますよね。まあこれの違いということです。はい、これで、食べる時期合わせて、種を、まあ、まくのは同じですけれども、品種を使い分けることによって、これ一斉の背で種をまいても収穫時期がそれぞれ違ってきますので、この数字を目安に逆算して、収穫したい時期から逆算して種をまくようにしてやってみてはいかがでしょうか。で、もう一つ変わり種の品種がちょっとやってみたいなという方、はい、こちらです。紫草子オレンジクイーンです。まあ、こちらはもうだいたいメジャーになってきてるんじゃないでしょうか。もう10年ぐらい経つんかな、5、6年かな。もうこれも出た当時はすごく大人気でね、もう直売所の方たちは、生産者の方たちはみんなこぞって、みんなこれを種を購入してね、一時期どこ行ってもね、オレンジクイーンが並んでいたものですけれども、これ美味しいですよね。白菜というものは、この中の芯のこの葉っぱ切ってみると、ここが白いもの、白いものはどちらかというと加工向け、特に漬物ですね。で切って中が、そうですね、他で言うとこんな感じ、黄色みがかかったもの、これ黄芯系って言うんですけれども、これ何にでも使える、バランスのいいものですね。もちろんこれも漬物美味しいですよ。これじゃないと漬物ダメだという方もいらっしゃるぐらいなので、まあこれは万能タイプです。何にでも合うタイプですね、黄芯系。そしてもう一つ新しく出たのがね、まあこのオレンジ色タイプ、黄色みよりももうちょっと橙色的な感じですね。色味本当に綺麗です。豚バラとミルフィーユなんか最高ですよ。これ火通すとすごくオレンジ色になりますからね。でもう一つ、これ紫草子です。すごいですよね、白菜でね紫色ですからね。これアントシアニンなんですね、色素が赤、体にもいいとされているんですけれども、こちらカットした絵があるんですが、まあこの通りできます。でも病気に、暑さにとても弱いので、これも種をまく場合は8月中旬頃がおすすめです。これはどちらかというと、これらの品種ちょっと手のひらサイズですねのものだと思ってください。まあ大きくすることもできますけれども、どちらかというと、まあ、こちらの小ぶりタイプの極早生タイプと同じように密植して少ない面積でたくさん育てるのに向いているものです。これ密植するとね、少ない面積いっぱいできますので、ぜひやってみていかがでしょうか。じゃあ今日はこちらですね、ちょっと早く巻けるものとして前回ご紹介をしました、こちらの CR お気に入りとタイニーシュシュがありますので、これ極早です、ね、収穫まで種まいて、ね、2ヶ月もしないで収穫ができますので、今日はこの白菜のちょっと早いタイプですね、7月中に負ける品種として前回ご紹介をさせていただきましたので、この白菜の種まきをして、ご紹介をしていきたいと思います。はい、それでは種を開封していきましょう。今回は CR お気に入りとタイニーシュシュをやっていきます。こちら CR お気に入りの方はペレット種子ですね、はい、こんな感じになってます。野菜本来の種ではありませんね、巻きやすいように加工してあります。はい、続きましてタイニーシュシュになります。こんな感じです。でもなんか青いですよね。これは着色が青く施されているんですけれども、手指消毒ですね、はい、チウラムとか一回処理済みということなので、これ発芽しやすいようにと処理されています。まあ、病気にならないようにと最初の手助けとしてこういったものがされていることが多いです。はい、それでは種をまくために必要な、今回使うポットがこちら、連結ポット16結というものですね、はい、これすごく柔らかいです。これ今2枚あるんですけれども、こんな感じで簡単に曲がります。
あとこれは太陽の光に直接当てたり、暑いところに置いておくとこんな感じでベニヤッとね、高温で曲がってしまうことがあるので、これは保管する場所は日が当たらない涼しいところに置いておくようにしてください。この全体の長さ、縦が30センチ、横がだいたい30センチとなっております。で、一つ一つのマス目が6センチ四方となっております。深さはだいたい5センチとなっております。で、これだけだととてもね、柔らかくて持ち運びすると、ここが例えば、種をまいた後こう移動すると種が崩れてしまうことがあるので、できればこれプラス、まあ、これ育苗箱と呼ばれるものなんですが、まあ、このような硬いプラスチック素材でできているようなものをトレー代わりとしてセットで、ね、揃えてあげるとすごく管理がしやすいと思います。はい、それではポットに土を詰めていきたいんですけれども、土といってもいろいろありますよね。これは園芸店などで販売されている種をまく専用の種まきバイドと呼ばれるものです。バーミキュライト、ピートモス、パーライト、ゼオライト、いろいろなものが配合されていまして、まあ、畑の土みたいなものはほとんど入ってません。これを使うときは少し水分を必要としますので、乾いているときは少し水を入れてよく練ってから混ぜてから使うようにしてください。その水分量の目安としては、この軽く握っていただいて離したときに、こんな感じで団子状になるのがおすすめです。畑の土を使うという方法もあるんですけれども、畑の土には、まあ、目に見えない病原菌などが入っていて、苗の状態で病気になってしまう可能性がありますので、まあ、今回はこの種まきバイドでやらせていただきます。ではここへ土を詰めていきます。こういったポットに土を詰めるときは指でギュッと押さないでください。もうさらっと入れる程度で大丈夫です。このポットの十字の枠がきちんと見えるようにしましょう。ポットに土が詰められました。今度は穴を開けていきます。人差し指を使っていただいて、ポットの中央に深さ1センチのくぼみをつけていきましょう。はい、それではこちらタイニーシュシュの種まきからしたいと思います。今の種は種苗メーカーさんのすごい技術の努力がありますので、大体もうほぼ 100% に近い確率で発芽します。私は一つの穴に対して一粒ずつ種を落としていきます。そのまま穴の中央に一粒ずつ落としていきましょう。はい、タイニーシュシュの種まきが終わりました。今回は一つの育苗箱トレイに二つのポットをやりますので、違う品種を二つ種まきをします。どちらがどちらの品種だかわからなくなってしまわないように、このようなラベルに日付、そして名前を書いて、これを挿しておきましょう。はい、続きまして、お気に入り白菜の種まきをしていきたいと思います。先ほどと違ってとても目立つ色をしてますね。そして粒が大きいので巻きやすいですね。これも一つの穴に対して一粒ずつ種を落としていきます。はい、種まきが完了しました。こちらも同じようにネームプレートに7月24日、これは日付、そして品種名お気に入りと書いたものを分かるようにポットに挿しておきましょう。はい、種がまき終わりました。今度はこの穴を塞いでいきます。土を上にかぶせる作業、覆土ということをしていきます。このバイドでもいいんですけれども、まだ暑いですよね。あっという間に水分が抜けてしまいます。それを防ぐために便利なのはこちらです。バーミキュライトと呼ばれる石を高温で焼いたものなんですが、これを上に振っておくと、これに水が含んだ場合、水によって4倍にも膨張します。
つまり乾燥を防ぐことができるんですね。まあ、いろいろな資材があるんですけれども、今回は家庭菜園向けということで、手軽にできるこちらを使わせていただきます。これは穴の上にピンポイントで与えるというよりも、ポットの土全体にかけていきましょう。はい、それでは最後に土がかぶせ合わった後は水を与える作業、灌水作業ということをしていきましょう。じょうろ、シャワーノズルなどを使って水をゆっくりと優しい水で与えていきましょう。種をまいた当日はたっぷりと与えていきます。そして一度にたくさん与えずに2回ぐらいに分けて与えてあげるといいと思います。はい、一旦落ち着きます。今与えた水が下の方にゆっくりとゆっくりと水分が下がっていきます。ここで止めずにずっとやってしまうと下に染み込むスピードを超えてしまって上に溢れてしまいます。ここで10秒から15秒少し待ちましょう。では2回目いきます。はい、種まきの完成です。種をまいた当日水を与えて、でまた翌日から毎日朝1回、とても暑い時期は朝8時頃までに水をたっぷりと与えるようにしてください。そしてとても暑い地域にお住まいの方、日差しがとても強くて気温が40度ぐらいになってしまうような地域の方でしたら、上に寒冷紗などをかけてあげると苗が焼けずに成長が順調に進むと思います。種をまいて2日3日もすれば少しずつ発芽が見えてくると思います。そして苗を植え付けするのに大体2週間から3週間経ったら苗を植え付けていきます。まあ、今後次回の動画で白菜の苗が仕上がったらそれを実際に畑に植えていきますので、まあ、よろしかったらそちらも動画でご覧ください。まあ、いろいろな白菜の品種がありますので、その方の収穫しやすい時期に合わせた品種など、また病気が出やすいところで栽培ができやすい品種などを選んで栽培されてはいていかがでしょうか。はい、今日の動画がいいと思う方は高評価ボタンと、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。